対立は最終コーナーへと向かっていきます。フロントローが立ち上がってきた。ポリドーを探してきて、2人は嫌いました。スタート、第4戦スタート。叩きたい嫌いにしたいのにバッシングを振った2コーナーへとなだれ込んでいきます。大きな混乱は起きません。トップは沢田修司、2番手に坂見大輝、3番手に坂口瀬奈、4番手に菅波東郷、5番手に清原亮太。大ちょっとブレーキのタイミングがずれたけれども大丈夫、さすがキーフドライバー。さあトップはタコツボへと入って、あー1台アウトサイドに戻ってきたらどうか。砂が巻かれたぞ、砂が巻かれた。これタコツボ要注意です。バックストレート変更、トップ5にかまで飛び込んでいく。さあここで4番手5番手がまず入れ替わっていったでしょうか。バックストレートエンド、最終コーナーから立ち上がってくるので確認しましょう。沢田修司、高木大輝、高木ステラ、清原亮太、菅波東郷、そして山川純子と、その後ろにいるバイタルターボ少し離れまして、8番手以降は黒岩康弘が先頭ですが、ここは大きな長い列になっています。マットブロックが2台です。黒岩の後ろに三村が来ている。ヘアピン黒岩、三村、その後ろに宮田とも追い上げてきた。さらにその後ろに大江俊樹、木村唯衣と続いている。タコツボは下手にインサイド通りと、ああ巻かれた砂にくっきりとタイヤの跡がつきました。この砂を拾ってしまったドライバーはしばらく辛いでしょう。最終コーナーへと向かっていきます。上位陣です。今のところはバーティというような状況、トップセブンあたりまでが一緒です。トップセブンが一緒です。16番の黒岩康弘が第2集団から抜け出しました。9番手には宮田智が追い上げてきた。今週は宮田智苦しんでいましたが、やっとこの日程を追い上げてきている。さあそして 1コーナーで止まってしまいました。1コーナーで1台止まってしまっています。山川どうでしょう、まだ確認が取れていません。若干逆こうなってますが、大田格之進ですね。やはり大田格之進1コーナーで止まってしまいました。ロングトレート1コーナーイエローが与えられています。最終シーズンを結果どんどん上がっていく。現在のところ43秒8とか9とか、上位はこの辺り。予選でもぐんぐん飛ばしていっていました沢田真嗣、そのまま逃げ切ることができるんでしょうか。マテリアルは沢田真嗣はエクスプリット PM ダンロップ、追い上げてきているところの佐々木大輝2番手に浮上しておりますが、佐々木大輝はウィンドエクスプリット PM ブリヂストン、3番手坂口瀬奈はダンロップ、4番手清原はブリヂストン、その後ろ菅波はブリヂストン、6番手の山川はダンロップです。大歓声を取ったアタッターも現在7番手としてコマーシャルを払っています。4周終了、5周目です。沢田真嗣タイヤを持つのか、誰もが注目のところ。佐々木大輝とその後ろ、ああそしてヘアピンのところで2台引っかかってしまった。これは木村伊織と前田達樹、木村伊織と前田達樹だと思われます。木村伊織はマシンを外して再スタート、前田達樹も再スタート切れるかというところ。最終コーナーで立ち上がってくる。5周終了、エクスプリットチームのマシンスポーツから先ほど1点2のリードの差になりました。コントロールタワー前です。トップ川田真嗣と2番手佐々木佳音とのタイムギャップは4.9。佐々木大輝はちょっと苦しいか。マシンをうまく走らせることにはたけている佐々木大輝ですが、坂口瀬が入った。坂口も2番手3番手に向かっていきます。3番手3番手坂口瀬が後ろを振り返った。佐々木大輝はアウトサイドにいる。バックストレートエンド、後ろからは清原と菅波が作新の2人、そして予選最後尾から追い上げてきていました山川純也がつけています。山川純也、最後尾しくってなかったらどこまで行くのかというか、現在の好調ぶり最後まで持ったのか。ここはポイント予選で追い上げている分タイヤはきついかもしれませんね。しかしながらそれを感じさせない山川、ヘアピンで入る、ヘアピンで入ります、立ち上がってきます。
さあそして過去のでは3番手4番手が入れ替わっていく。再び大気により苦しくなってきたか。ブリヂストンコースの対戦バックストレートエンドを叩き出す。今ギリギリのところで3番手4番手決まる。5番手に山川が入ってくる。6番手に砂波と変わります。で、アルファのブリヂストンコースの山川の下が縮まってきて7番手まあ、先ほどのさらに離れていた6番手とのタイムギャップが縮まってきました。そしてその後ろには単独で追い上げています。カーナンバー1番宮田伊藤。今大会では難しかった宮田伊藤ですが追い上げてきています。ギアピンでは上位陣4番手が入れ替わりました。4番手山川、5番手清原。山川はバックストレートエンド。山川はインガワ、清原はアウト側から攻めていきます。最終コーナーから立ち上がっています。トップの沢田真嗣は後ろの差を1秒を切り取りました。これはひょっとして沢田真嗣と2人こと言っちゃったか。モテギの時だっていい走りをしていたんです沢田真嗣。しかしながら微妙なコンディションの中苦しんだ。おー、朝日ターボがヘアピンのところで入ってきた。菅波東吾のインサイドに飛び込んでサクッとポジションを上げてきました。現在トップはダンロップの沢田、2番手坂口、3番手佐々木とダンロップとブリヂストンが入り乱れての上位になっています。トップは単独、2番手アンドが6台です。さあイエローが振られておりますが1台サイドバイヤーのところはイエローを撤収されました。1台止まってしまっていますね。あの絡みは人事ペアでしょうか。ちょっとチェックが確認できませんが止まってしまっています。どうやら人事ペアなんです。トップがタコツボ、沢田真嗣が迫ってきます。さあバックストレートエンドで再スタートを切った時点なんですけれども、上位陣に追い越されていきます。これは止まって後ろを前に行かせている状態。人生はもうレースを終えなければいけません。トップの沢田真嗣の前には先ほど止まってしまった前田拓樹も見え隠れしてまいりました。ヘアピンでは2番手争いが6台のバトルを繰り広げています。先ほど第3戦では3位だった坂口瀬奈、そして佐々木大輝はかなり高くもインガワからラインパートに立ち上がってきます。その後ろにピタリとつくように山川陣やカーナンバー12番、その後ろにつくったカーナンバー2番が朝日ターボ、そして清原涼太と菅波東吾の昨シードの2台です。ホームストレート、これで11周終了。決勝の折り返しとなっています。トップの沢田真嗣が2秒297のマージンで現在のラップタイムが43秒4。2番手争いヘアピン、佐々木大輝が飛び込んで山川陣がついていって坂口瀬奈が4番手にドロップ。タコツボではインナーを意識したというよりも先ほどから10番のラインで走っています佐々木大輝。かなりのスタートのラインでタコツボ、そしてバックストレートエンド、2番手争いが変わっていきます。誰が仕掛けるのかわからない、読めない展開になっています。こうなるとこの2番手争いの6台が今後どうバトルをしていくのか、そしてトップの沢田真嗣が失速することがあるのかないのか、そのあたりが注目どころではないでしょうか。12周終了、13周目。ここでは今度は山川陣也が入りたいが、前の佐々木大輝はたっぷりインサイドラインです。これ詰まってます。佐々木大輝を先行にパーッとテールトゥーノーズ。佐々木大輝も速さ的には苦しいと思うんですが、もうギリギリのところで入れないところを走っていますね。後ろのドライバーにこの辺りはやはり一つにあるはいけません。かつての4人でも突っ込まれてさらにレベルアップをしています。その技、さあ山川陣がヘアピンで入ってきた。佐々木大輝、この
番手3番に振られました。山川と朝日が2番手3番手入場、そしてその後どうなる。あー、順位は変わらず、バックストレートに来る時にも来ることありません。坂道からの5番手、6番手に清原、7番手に菅田というオーダー。2番手はそれが6台、山川陣也がなんと予選最高位スタートからついに2番手に上がってきました。トップの澤田真嗣とのタイムギャップは3秒214です。残り周回数はまだ8周ありますが、しかしながらこの3秒オーダーはもういくらなんでもというところではないでしょうか。ベストランプで言うと山川陣也の方が早いタイムを叩き出しているんですが、現在ラップで言いますとやはり澤田真嗣の方が早い。しかしながらバトルをせずにひたすら追うということであれば、今後確かは縮まっていくかもしれない。15周終了、残り周回数7周です。ラップタイムはトップの澤田真嗣が43秒5、山川陣也が43秒4です。自己ベストを更新しています。3番手朝日からは43秒44、佐々木大輝は43秒5と落ち始めました。5番手坂口瀬名は逆にペースを上げて自己ベストの43秒49。こうなると佐々木大輝、坂口瀬名に刺されるのは時間の問題かというバックストレートエンド、4番手5番手の攻防戦です。最終コーナーから立ち上がってきます。トロンショーインのランナーランキング5位の平均は引き続きランキング3位、前回からは坂口内コーナーへと入っていきます。その後ろの清原、清田と菅波東斗の2名ですが、こちらは43秒4と5、菅波東斗が43秒5と6か、これはちょっと苦しいですね。やはり前に追いつくのは難しい。逆に宮田理智が43秒3というですね、上位陣の中では誰よりも早いタイムで追い上げています。宮田理智がついに上位に突入してきたでしょうか。去年の最終戦、茂木大会の2連勝が思い出されます。筒香でも最後、佐々木大輝にギャグの上にすごい突っ込みを見せたりしていました。さあ、その宮田理智のポテンシャルが見たのか。前に仕掛けていったのは4番手5番手争いです。瀬名と大輝、佐々木大輝を戻してきた。2番手3番手は山川陣也と朝日ターボ、イケイケで追い上げる山川と巨大走り寄る朝日、そしてカボスボのところには第1歳佐々木大輝の後ろで坂口瀬名のインサイド、清原が清原が飛び込んできました。おっとという感じで坂口引きました。残り瞬間とこのタイムの落ちるワードを見たら坂口は余裕があると判断しても不思議ではありません。残り瞬間から両親です。じゃあここに来て団体時計がスタートをかけ始め、セクターサイドに赤マーク、短足マークが突き抜けました。トップ澤田真嗣の後ろを追い上げる山川陣也ですが、3秒の差があります。これはもう澤田真嗣、あとはメカニックは多分祈っていると思いますが、何事もなく走り切るのみ。最高峰でルーキーが初優勝なるかとの4戦目。そして2番手は予選最高位からの追い上げで、予選シートでもバトルをして、決勝にもバトルをして、なおかつ最後タイムが伸びている高速での乗ってます山川陣也。そして3番手に上がったのが手堅く連続上昇台といった。残り周回数3周、あとは4番手の辺りのこの5台です。4番手佐々木大輝、その後ろに清原、坂口、そして宮田理智が入ったエアビン。宮田理智、坂口瀬名のポーズ。宮田理智はまだまだスピードが伸びている。4番手、あーっと、タコツボで一体何があったんだ。佐々木大輝と、そして清原涼太ストップ、そしてバックストレートエンド、菅波と坂口と宮田理智、菅波が前、宮田理智が2番手、3番手に坂口という状況で今週の立ち上がってきました。残り周回数2周、4番手、5番手、6番手の争いが入れ替わっていく。完全に
ジ、まもなくファイナルラップ。2番手山川陣也の後ろからアサヒターボは山川を上回るペースで追い上げているものの、ファイナルラップではもうなってもならないか。そして4番手には菅波智子がブリヂストン勢最上位、5番手争いはまだここから来たことがありそうだ。背中に友が先ほどは友が前だったが今はまた背中前に出ている。5番手6番手争いキリンキリンも止まられた。そしてこのキリンに上がってきてからもドーキーとキリンキリンを踊っていい。最後高壺背が守る前の菅波に追いつく、菅波に追いつく、あこれは分からなくなってきた。4番手争いが分からない、真っ黒のイベント。でも入れ替わるところまでいかないか。そして最終コーナーからはルーキー初優勝、今度こそ澤田真一。2番手山川陣也、3番手朝日太郎、そして4番手争いは菅波、佐々木陣、宮本優勝です。7番手倉岡康弘、8番手高橋隆之、9番手佐々木大輝、そして10番手には三村壮太郎と、この辺りまではポイントを獲得確実です。明日からの祝福を受けています芸風のドライバーたち。